電源三種理論令和5年亀期問題17令和3年問題17について解説いたします A の問題についてコンデンサー A においてこれら3種類の各有電体における電解の強さの大小関係を求めようという問題ですではこのコンデンサーに電圧がかけられて電気量 Q クーロンが帯電したとします電気量 Q クーロンからは電速 Q クーロンが出ます このコンデンサの面積は S 平方メートルとなっています。そこから電速密度を求めるならば、電速密度 D クーロンパー平方メートルは、面積分の電速の量 S 分の9となります。また、電速密度 D は、イプシロン E という式でも表すことができます。特に、電速密度 D イコールイプシロン E は重要な公式ですので、覚える必要があります。ところで、電速密度 D は、 S, s 分の9の式で表せますので、s は固定値です。溜まる電気量9空論も固定値ですので、つまり、電速密度 d の値は一定ということになります。この3つの有電体において、どこも電速密度 d は同じ値になります。すべてにおいて、電速密度は d です。では、この公式において、d イコールイプシロン e の式を使います。では、 この一番上の有電体について、電速密度の式を表すと、D は有電率2イプシロン 0× 電解 EA1 となります。この2段目の有電体についても、D イコール3イプシロン 0×EA2 という式が成り立ちます。この3段目の有電体についても同様の式を作ります。D イコール6イプシロン 0×EA3 となります。 では、これら3つの式から、電解 E を求めていこうと思います。式を整理すると、このような式となります。これら電解 EA1、EA2、EA3 の比を求めます。1 2分の1 3対3分の1対6分の1です。さらに、この式を整理すると、3対2対1の比となります。この比からわかるとおり、 電解の大きさの関係は EA1 が一番大きくなり EA3 が一番小さくなります。この選択肢で当てはまるのはこのカッコ1番とカッコ4番です。これらが正解の方法となります。では、これらの電解の中で最大値は EA1 と分かりました。具体的にどのような式で表されるか計算していきます。まず、公式 V イコール DE という式があります。 V は電圧、D はコンデンサ間あるいは有電体の距離を表します。E は電解。ではこの式を利用して、このコンデンサ内の有電体の関係を式で表します。このコンデンサ間は全体で電圧 VVV v かかっています。一番上の段の有電体では、この幅が6分の D で、電解は EA1 です。なので6分の DEA1。E 2段目3段目目3のの電体についてても同様の式を立てます。このような式となります。電解 EA1EA2EA3 についてはこのような式で表されます。これらの式を今求めたこの式に代入していきます。そうするとこのような式で表されます。この式をさらに整理するとこのような式となります。この括弧内の分数を計算しますと18分の5となります。 この式が電圧 V に当たる式になります。ところで、この式を変形します。イプシロン0分の D について式を整理すると、5分の1 8る d 分の V となります。電解 EA1 の式をここに表します。この式のイプシロン0分の D は、先ほど求めたこの式を使って表すことができます。 分分分の D に5分ののにかける D 分の v を代入しますこのような式となり、計算すると 5D 分の QV となります。よって 5D 分の QV はこの選択肢にあります。正解の選択肢はカッコ4番です。カッコ B の問題について、コンデンサー A 全体の蓄積エネルギーは コンデンサ B 全体の蓄積エネルギーの何倍かという問題です。まず、コンデンサのエネルギーの公式は W イコール2分の 1CV2 乗です。これは覚えるべき重要公式です。では、まずコンデンサ A について、有電体3つについて静電容量を CA1、CA2、CA3 として、この全体の合成静電容量を CA とします。 ここで静電容量 C イコールイプシロンかける d 分の S の公式を使います。この公式も覚えるべき重要公式です。では、この公式を使って、各有電体の静電容量を計算式で表します。このようになります。これら式を整理すると、このような式となります。ここで C イコール D 分のイプシロン 0S と定にします。この式をさらに整理します。 そうすると、このような簡単な式になります。ところで、このコンデンサ A は、各有電体は直列接続になっています。コンデンサを直列接続した場合は、合成静電容量の逆数は、各静電容量の逆数の和となります。では、この式に先ほど求めた、この静電容量の式を代入します。このような式となります。ここから、 合成静電容量 CA を求めると CA イコール5分の 18C となります。では、この式をもとに静電容量のコンデンサの蓄積エネルギーを求めます。この公式を使います。その時のエネルギーを WA とすると1 2分の1かける5分の 18CV2 乗となります。では、この式をここに表しておきます。次に、 コンデンサ B について考えます。3種類の有電体の静電容量を CB1、CB2、CB3 とし、全体の合成静電容量を CB とします。静電容量の公式を使って各静電容量を求めます。このような式となります。これを整理すると、このような簡単な式になります。ここでも C イコール D 分のイプシロン 0S と定にします。 C を使って表すと、これら静電容量はこの式となります。この3種類の有電体は並列接続の状態になっています。コンデンサの並列接続した場合の合成静電容量は、各静電容量の和となります。この式に先ほど求めたこれら3つの静電容量を代入します。このような式になります。これをさらに計算すると、3分の 13C となります。 ではここからコンデンサー B の蓄積エネルギーをこの公式を使って求めます。蓄積エネルギーを WB とした場合、二分の1かける3分の 13CV2 乗となります。では今求めたコンデンサー A とコンデンサー B のエネルギーの式を使って、コンデンサー A のエネルギーはコンデンサー B のエネルギーの何倍かを計算します。この WAWB に先ほど求めたこれらの式を代入します。 このような式となります約分できる箇所はすべて約分しますそうすると3分の13分の5分の18となりますこのように式を整理しこれを計算すると約0.83となりますよって正解の選択肢は2番となります